ところで、加賀先生が背負ってんの誰？サスケくんの仲間よ。もう仲間じゃねえよ。君はなぜこんなところに来てるの？ナルト。しまった！ナルトは実にいいタイミングで現れてくれたんだが、別にお前がよこしたわけじゃなかったんだな。ナルトが来なかったらサクラは死んでいたかもしれない。ナルトのやったことは許してやってね。わかりましたよ、もう。はい！助けに捨てられ、うちは結局木の葉の捕虜か。俺様から離れねえ。へえ、あの忍び刀七人衆の人食いか。すげえ、さすが B 様。さすが、さすがの俺様も、なすが、メンメン。忘れ物って、これ？はあ、ったく。ナルト、みんなが眠ってるのは私のせいなの。だから起こすならなるべく優しく。ああ気持ち悪い。お前も寝るんかい。あれさくら。次はサイね。大丈夫、薬は抜けたから。まだ具合が悪いの？いや、これを見てくれないか。どこも悪そうには見えねえぜ。では受印は消えているんだね。単刀直入に申し上げる。雲がくれ、木の葉がくれ、岩がくれ、霧がくれ、砂がくれ。以上、忍び五大国及び鉄の国の侍たちを加え。どうやら、そうらしい。信じられません。あの団蔵様が。詳しいことは、この子が知ってる。団蔵ってやつなら、サスケがやった。サスケが？にしてほしいってばよ。てめえもとっとと起きて説明しやがれ。まあ、待て起きろナルト。望み聞いてやって、サスケまで見つけてやったのよ。ま、そう怒るなって気は。一人でカッコつけてんじゃねえってんだよ、さくら。男のくせにぐじぐじうるせえってばよ。ずっとぐちぐちしてたのはてめえの方だろ、ナルト。え、俺？なあ、それは言えてますね。バカだ、バカ。たく、キワ、てめえこそな、バカ、バカ。こいつ、サスケとは正反対だな。こいつのチャクラは、すごく、明るくて、暖かい。さて、ここからが大変になりますね。サメ肌にハチビを気に入らせたのは良かったが、まさかチャクラまでやるようになるとは思わなかった。何これ、さらに奥にこんなチャクラ。暗い。これはまるで暗部の根の者たちだ。団蔵様は亡くなられたのか？はい。